ちょっと今パソコンでいろいろやってたけども、まああとね、文字だけ入れとけば、とはハイライト残しとけば、まあね、誰か見てくれればいいし、うん、みんな気づけば、多分みんなで動けばいいんじゃない。少ない人数でどう動けてて無理だもんな。やっぱりたくさんの意識体が揃わないと前に進まないでね。とにかくトランプさんやプーチンさんだけじゃ前に進まない。特に日本は踏み抜けてるからな、うん、外国人にそのお金やってもだし、医療も外国人のために使ってもみんな文句言わんじゃない。ネットでしか、だけど本当はやっつけなきゃいけないんだよね。ぶっ倒すぐらいならないといけないんだよね。あのそのために働いたって意味ないんだよ、はっきり言うと、うん、いや、じゃあ子供たちはもっと犠牲になるよ。それでは、そんな憑依大人がいっぱいおるんだったらね、ネット子供作んなければいいね。それだとそういう大人しかいないんだから。それで毎日ルーティンで仕事いたで何もならんよ。帰ったニートの方がいいよ、はっきり言うと、うん、なんか働いてればなんかうまくいくような、ああいうね、労働崇拝っていうのはね、あのフリーメイソンの崇拝ですよ、はっきり言うと、はい。で、このオリンピックもそうだよね。これもう悪魔の祭典ですからね、オリンピックだってね、はっきり言うけど、あ、みんなのための祭典じゃない、悪魔の祭典だったんだよね。ずっとそうだったの、知らなかったね、体験したいの。まあ本当テレビをしてること痛い点、ゲームするだけならいいよ、パソコンのモニターにするならね。あとはスマホのニュースアプリは捨てるべきだね。あのヤフーニュースは特に あれだ、うん、まあ、他の共同通信ロイター通信も捨てたり、一般のね大手メディアのやつ全部捨てるべきやね、はっきり言うけど、あの本当にテロリストだってわかる。あのパンデミックもそう、作り話だったしね。あのそう、あのハニートラップじゃなくて、そういうクライシスアクター使ったりね、まあタレントを使ってやってたり、まあランサーズっていうね派遣会社が募集してたの、このランサーズって会社も倒産しなきゃいけないんだよね、うん、あのその接種会場に並ぶバイトを募集してたのはランサーズなんだよね、派遣会社で並んでたのは日本人じゃなく韓国や中国人やらそういう連中、うん、で PCR データを盗んだのは中国人で、そのデータを持ち帰ったのでムーンショットを作ると、黒人間を作るというね計画で持ち帰ったということだよね、うん、でこんだけ人口削減されてるって文句言わないみんなもおかしいしね。あの土地、車の数はどうして増えてるのかなとか疑問に思わないのもちょっとおかしいんだけどね。人は減ってない、車は増えている、どっから人が来たのとかね、私は疑問に思ってるんだけど、はっきり言うけどね、不思議だな。そのね、人口が減っててどうして車の数増えてるんだとか、まあ疑問に思わないみんなもおかしいんだけどね、ちょっと頭変なんだね。やっぱ黒人間がいるんだろうなと思うね、うん、普通の一般の人間ではない。歌舞伎町なんかほとんど黒人間ね、同じ顔ばっかなんだからね。まあ大阪も都会も一緒なんだけど、大阪は中国人が多いたね、日本人どこも住んでないね。あ、京都はお寺神社が全部中国に売っちゃったもんね、バカ連中がね、あのパンデミックの間に売っちゃったよ。だけどみんな文句言わんもんな、ネットでしか言わんもんな、言わっちいよな。うちもそうだけど、人数が増えていったらみんなで戦わなきゃいけない。まあ最初はニートになることだね。必要な食べ物と医療関係は止めちゃいけんけど、他は止めてもいいんだよね、別に。あ、経済が止まろうがいいんだよ。え、私の仕事かとかね、働いてなんか納税する必要もないしやね、いいじゃん。それで子供おるとこは本当にお金があるとか、ブツブツで野菜とか誰かあげる人いてくれたの、米とか。外国人がいなかったら、あら、空いてる自宅がいっぱいあるのよ、はっきり言うと、うん、外国人どんどん入れたからこそ、あのタワーマンションを建ったりしたわけなんだからね。日本人はいつも隅っこだったよ、追い出されたり。熊本もそうじゃない、半導体工場作って